皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、僕の夏休み3実況プレイ8月30日最終日でございます。雪が見たいって言ってたけどもういいや。え、なんで？今年の夏が楽しかったから。そりゃよかったね。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今月は僕くんが頑張って働いてくれたおかげでものすごくたくさんの牛乳を出荷することができたよ。僕くんありがとう。なんもさ。さて、いや最終日はレイくんからもらったこのバトラーセブンで過ごそう。じゃあ今日はあれだな、いろんな人に挨拶して回っていきたいので、ゆっくりといろいろ見て回りましょう。おばちゃんは？でも会話が変わらない。僕くん、今日の晩ご飯は何でしょう？ヒント、北海道の定番料理の一つかな。エスカロップ、エスカロップ、醤油バターご飯、なんかどれもありそうで怖いな。ジンギスカン。じゃあ当たるか外れるかわかんないけど楽しみにして待っててね。さ、最後の絞りだ。花子もありがとね、1ヶ月。マッサージしてやろう。お腹空いてた？スペシャル就寝号はかなり一生懸命ミルクを飲んだ。
樹脂がまあ倍育ちましたね。こっちから行こうかな。収穫しようか。いろんな野菜が大きく育っている。そろそろ食べ頃らしい。食っちゃった。ちょっと食べ過ぎてしまった。収穫どころか食べちゃって全部ああおじちゃんこっちか。いた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 。僕くん、そろそろ夏休みは終わるけど、やり残したことがないかどうかよく考えてごらん。うん。そういえば。そういえばまだ雪がたくさん降るのを見てなかったよ。だから夏に来てそりゃ無理だってば。さてと今日も。もう一踏ん張り頑張って働かなくっちゃ。頑張れ。おじさんも早く楽しかったよ。そういえば明日で8月も終わるのに、僕はなんでまだこったらとこにいんのさ。僕妹が生まれたから帰る予定の日にお父さんが迎えに来てくれなかったんだ。え、僕こっちにもらわれてきたんかい。いや、よし、じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。最後に、花の丘一番星が輝いた。花の丘一番星が輝いた。これはなかなかの出来栄えだな。名付けて一番星見つけた。お、85点。まずまず。よし、次回はねえよ。ありがとう。あ、そうだ。ちゃちゃ、遊びに来たよ。ちゃちゃは、ちゃちゃともお別れだね。ちゃちゃとあんま長いこと遊べなかったな。元気だった。そして元気でな。もう夏休み終わってるだろ。まだだよ。今日でラストです。さて、あとは大神のおばあちゃん。船頭さんもか。さてと、船に乗って向こう岸へ渡るべか。よし。よっしゃ、じゃあ行くべ。乗っけてもらうのも今日で最後。ほらよ、足元に気をつけてやがってこいや。おじさん、ありがとう。なんもさ。さて、おばあちゃんにも挨拶だ。
つ帰んのさ。夏が終わったら明日だな。会話変わんね。こいつなんだ。小見筋か。よいしょと。さて、こちらも最後の探索です。と、夏はかね。撒いた蜜の効果は出たかな。何かいるかな。奥か。なんだこりゃ。違うよ、大桑っていうこと自体にはまずテンション上げなきゃね。メス。うわすごいの。メスの大桑か。何もいないか。これ先か。さあ、いろんな景色も見納めです。という間にしよう。ボク君、さよなら。うん、寂しくなるね。そうだね。したっけ。うん、したっけ。なんかいいな。何か聞きたいことあっかい？特にないな。じゃあまた何か聞きたくなったら僕に話しかけてね。お前本当に明日帰っちゃうのか？そうなんだわ。なんで帰っちゃうんだよ。あれ？なんでだっけ？あれ？あ、緑あっちか。合唱コンクールっていつだったっけ？え、明日だよ。明日僕くんを見送ったらすぐに学校に行かなくちゃいけないのさ。そうなんだ。さぎり。明日頑張るよ。目指せ金賞。一生懸命練習したんだから。はい、ご飯。おーい、ご飯高さったよ。
ボク君、夏の間たっぷりお外で遊んだしょ。日焼けして真っ黒だわ。うん、そうだね。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕、虫相撲で優勝してヒリヒリ岳に行ったんだ。そうかい、そりゃすごいな。熊には合わなかった？うん、大丈夫だよ。山の上に登ったら何が見えた？向かいの方に大きな雨蹄山が見えたよ。僕、雨蹄山とちょっぴり仲良しになっちゃった。僕くん、すごいね。やったな。やだ。さ、最後の夜だ。じゃあお風呂に入って。一応お姉さんに前に行こう。あれ、いつあっちに帰るんだっけ？さよなら。うん、じゃあまた明日ね。あれ、かっこね。そっか、もうご褒美はもう全部終わったのか。いろいろね、お土産もらっちゃったね。いない。こっちから入る。あ、いいか。ボクくん。あ、海洋が。お場所にしよう。僕くん、あ、会話変わんね。冗談が通じるなんてなかなかやるね。よし。うん、そうだね。それではペンネームアスパラガスさんほかたくさんの方からリクエストいただきました。もし明日お父さんが来なかったら、僕やっぱりこの家にもらわれてきたことになるのかな。そうなるとやっぱり私と一緒に牧場やんのかな。よし、それじゃあこれで最後だ。じいちゃんの畑の野菜を試しに全部食べてみた。全部食べたら全部なくなったので驚いた。おじいちゃんびっくりしたよ。はい、僕の夏休み3実況プレイ8月30日最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれなーと、明日と8月31日の僕の夏休みの実況プレイはおそらくエンディングになると思います。
おそらくそんな長い動画にはならないかと思いますので、月間報告もそれに兼ねてやっていきますので、ご視聴お願いいたします。それでは、また明日。